あ、あ、あ、久保さん。まあ、ぶっちゃけ、まあ、僕も、あの、できたんですけど、ビジネスね。これ、なんでできたかっていうと、覚えただけなんですよね。覚えただけって言ったら語弊があるかもしれないですけど、まあ、商品の作り方だったりとか、例えば、セールスレターの書き方とか、もこれも勉強してね、合宿、セールスレクターの書き方合宿、なんか、40万とかね、なんか、そういうの、合宿に参加したし、その勉強して、やってっていう、覚えてたんですよ。 コピーの書き方とかね、トークとかね。最初から僕はそのセールストークできたのか、これも覚えてたし、まあ、まあも、もともとまあ、セールスレターが書けてたんで、まあ、そういうのはあるんだけども、まあ、セールスレターも最初は書けなかったから、あの、まあ、僕はコピーから入りましたからね、ゴーストライター歴の方が長いですから、まあ、YouTube 歴よりかは、久保さんは YouTube の方が長いし、僕はもう YouTube の方はまだ浅いんですよ。10 13年ぐらいライターでしたからね。まだ鹿児島で独立して5年なんで、まだまだですね。ずっとこっち帰ってたんでね。でも最初から書けたかのかっていうと全然書けないですよ。覚えたんですよね。だから、まあ、ああの、稼げないっていうことは、稼ぎ方を覚えてないってことですよね。まあ、あ久保さん昔 FX、みんなね、FX 稼げない人、 よなんか用語すらみんな覚えてないみたいなことを言ってましたけど、本当にその通りで、多分ね、FX で、を真剣にこう習得したいとか思ってないんですよ、みんな。FX じゃなくて、なんかお金が儲かるみたいなね。FX のスキルを習得しようとは思ってないんですよ。多分、そのも儲かるみたいなね。儲かるからやるみたいな。じゃあ FX のスキルがあれば儲かるんだけども、儲かるから入るんですよね。そう。儲かりそうだな、みたいな。 だからその勉強してないんですよねだって儲かる儲かりたいのに勉強したくないですよねでもスキルを向上させるスキルをつけるんだって言ったら勉強するんだけどもでもみんな儲けたいんで勉強したくないですよねそうだからあの自動売買とかねあのずっと売れ続けるっていうね <laughs> 自動でチャリーン行くよみたいなね言ってらっしゃい